こちら浦安情報局こちうらの時間です。五月病を乗り越えて仕事に励み始めたのに、今度は雨が気になる季節になりました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。しかもこの時期の雨には要注意。短時間に100ミリメートル以上という桁違いの雨が降ったり、同じ場所に長時間降り続くといったことも考えられます。そんな場合に備えて、近くの待避所や非常持ち出し品などの確認、側溝の上などにたまった落ち葉などのゴミ処理をしてください。そしてエアコンの鳴らし運転や湿気対策などもぜひ済ませておきましょう。さて、今回のふるさと浦安この一枚はこちら。多肉女子という言葉が生まれるほど、その魅力にハマる人が続出している多肉植物です。多肉植物とは、葉や茎や根に水分を貯められる多肉質の植物の総称。南アフリカや南米など雨の少ない地域が主な原産地で、なんと1万5000種類もあるそうです。プニプニした感触や独特な形が可愛い多肉植物。暑さにも強い植物ですから、皆さんも寄せ植えなど楽しんでみませんか。ところで後藤さん、今回はどこに行っているんでしょうか。後藤さん。はい、私は今旧江戸川のほとりに来ています。後ほどリポートしますね。はい、よろしくお願いします。ではまずはじめに市長散歩をご覧ください。市長、今回もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。6月に入って日に日に暑くなっている感じがしますね。そうですね、本格的な夏に向かっているという感じがしますね。しかしやはり気をつけないといけないのは熱中症なんですね。はい、こまめな水分補給をするなど熱中症対策、これを怠らないでいただきたいと思います。そうですね。さて、今回は富岡小学校に来ているのですが、6月の市長散歩のテーマ、はい、児童生徒のための教育センターと何か関係があるのでしょうか。実はここ、はい、浦安市教育委員会が設置している教育センターがここにあるんです。あ、富岡小学校とは違うんですか。富岡小学校の敷地内にあるんですが、その校舎の一部、ここが浦安市の教育センターになっているんですね。なるほど。この教育センターは平成14年、今から21年前に設置されまして、教育の充実と振興を図るために先生方、教職員の研修と、そして特別支援教育、また不登校対策を行っている、その中心的なセンターになります。そして教育カリキュラムの研究だけではなくて、児童生徒の抱えているさまざまな問題にも対応しているんですよ。それにしてもセンターは学校の校舎そのままなんですね。はい、そうなんです。学校の教室を利用し、職員がいる事務室、16人までの会議が行える会議室、そして40人程度の受講が可能な研修室、また過去の教科書や各教科の専門誌、教育関係書籍など教育関係の資料を置いている資料室で、この2階と3階に相談室があるんですね。いろいろな部屋があるようですが、具体的にはどういったことを行っているんでしょうか。はい、教育センターでは市内に2箇所胃腸学級を設置しています。胃腸学級ですか。はい、胃腸学級というのは、児童生徒の健やかな成長を願い、子どもの悩みや心配事に対して教育相談、学習支援、訪問指導の3つの部門に分けて支援している施設で、猫ざねと入り船に設置されています。そしてこの教育センターでは2カ所の胃腸学級へ専門スタッフを派遣しております。どういった方が相談に乗っていただけるんでしょうか。専門スタッフ、いわゆる公認心理師であったり、はい、教員の経験者など、そういったスタッフが相談に乗っています。
で、大人にとっては大したことないなというようなことであっても、子どもたちにとっては大事件だという場合も往々にしてあります。だからこそ専門スタッフが児童生徒との対話を大切にしながら、学習指導、グループ活動への参加を通して学校や社会で自立できるように支援しているんですね。なるほど。他にはどういったことを行っているんでしょうか。もう一つは学びサポートという、児童や保護者、学校を支援する事業も行っています。学びサポートはどういったものなんでしょうか。これはですね、保護者から子どもの発達や学習、またコミュニケーションなどでの心配事の相談を行う場所なんですね。児童生徒にとってより良い教育環境を子どもたちや保護者の皆さんと共に考えて、適切なアドバイスを行っています。こちらはどういった方がアドバイスをしてくださるのでしょうか。この学びサポート、当然ですね、そのアドバイスをするためには専門的な知識が必要となるので、はい、公認心理師の方、あるいは言語聴覚士、作業療法士、理学療法士、そういった専門スタッフに加えて、お医者さんであったり、また学識経験者など、こういった方々がチームを作って相談を受け付けてます。なるほど。その道のプロが話を聞いてくれるのは心強いですね。はい、コロナ禍では一斉休校、また学校行事の中止や延期、そしてマスクの着用など、子どもたちの学校生活にも大きな影響を与えました。そうですね。子どもたちも本当に大変だったと思いますが、保護者の皆様も大変だったと思います。そうですよね。そうした中で、学校生活や家庭での悩み、心配事を抱える児童や生徒や保護者も増えています。はい、だからこそ児童生徒に寄り添った支援体制を作っていくことがますます必要になっているんですね。ですから、こういった教育センターの存在が大きいということなんですね。そういうことです。何かお困りのことがあったら、ぜひ安心してご利用いただきたいですね。はい、市長、今回もありがとうございました。ありがとうございました。児童生徒を取り巻く環境が大きく変わっていく中にあっても、時代を担う子どもたちが自分らしく成長できる環境づくりを、引き続き学校と教育センターが連携を図りながら進めてまいります。もし教育のことで困ったことがあれば、お気軽にご相談ください。続いて、市内の出来事をお伝えするあんなことこんなことパート1をご覧ください。5月26日には高須中学校でインドネシアの中学生と交流。その交流は千葉県の訪日教育旅行を受け入れたもので、海外の同世代の生徒と交流活動や意見の交換を通して親睦を深めること、国や地域による文化や生活様式、価値観の違いなどを認め合い、尊重できる国際感覚を養うことを目的に行われました。歓迎会では、高須中学校の生徒が吹奏楽やソーラン節を披露。インドネシアの生徒たちは、歌や楽器の演奏で迎え入れてくれたことを感謝しました。続いては、浴衣の着付け体験。浦安市国際交流協会の皆さんのお手伝いもありました。そして、浴衣を着たまま茶道体験。慣れない正座はやはり辛そうでした。お抹茶の味もちょっと苦かったようです。浴衣を着たり、茶道を体験したり、日本の文化に触れました。次は、生徒同士の交流。5クラスに分かれて、高須中学校の生徒が日本についてプレゼンテーションをしました。
説明は英語。食べ物のこと、着物のこと、日本の伝統楽器のことを実演しながら紹介しました。放課後には部活動体験。インドネシアでは部活動がないそうで、今回日本で体験することも目的の一つということです。美術部では折り紙などに挑戦。これも日本の伝統文化です。剣道部では竹刀を持って打ち込みを体験。高須中学校の生徒にお手本を見せてもらい、面打ちや胴打ちを体験しました。サッカー部ではペナルティーキック。インドネシアの生徒が決めたらみんなで喜び合いました。お別れの時は花道を作ってお見送り。ハイタッチと笑顔でお別れをしました。海外の同世代同士の交流は楽しく実りのある体験となったことでしょう。5月27日には南小学校で第57回運動会。4年ぶりに全学年が揃っての運動会になりました。57回目のスローガンは、運動会、輝く汗とその笑顔。およそ900人の児童が全力で取り組み、みんなで協力して運動会を作り上げていました。1年生にとって小学校での初めての運動会。ダンスと玉入れを合わせた団体競技です。可愛らしく踊って一生懸命に玉を入れていました。個人競技の徒競走は、3年生から6年生が80メートル走、1、2年生は50メートル走です。そして特別競技のリレーは、低学年、中学年、高学年に分かれて、代表の子どもたちがチームのために全力で走りました。4年生の団体演技は、前田浦安舞。代々4年生になると踊る演技ということもあり、順番を待つ5、6年生がリズムに乗る姿を見ることができました。最後は6年生の団体演技。フラッグを使った演技はさすが6年生。全員の息が合ったパフォーマンスは、会場から歓声が上がりました。5月27日は南小学校の創立記念日。そんな記念の日に開催された57回目の運動会。スローガンの通り、輝く汗と素敵な笑顔を見ることができる運動会となりました。さて中澤さん、中澤さんはこちらを見ましたか？広報浦安の5月1日号、水辺を歩くをテーマにした特集でしたよね。そうなんです。浦安は水辺に囲まれている町ですから、こうしたテーマが取り上げられたと思うんですが、これを見ていて考えたことがあるんです。実は浦安の多くの地名は水に関連しているんです。確かにそうですよね。まずは市の名前。明治22年に誕生した浦安という地名には、浦安かれという思いが込められているということですからね。しかも浦安村ができる前、すでに鎌倉時代にはその名前が付けられていたという、堀江、猫座根、東大島という地名も水辺と関係があるんです。そうです。まずは堀江、この地に小さな港があったことから名付けられたそうです。そして猫座根、大津波の被害を受けていた人々が堤防を築き、その上に松の木を植え、今後は津波がこの松の根を越さないようにと願った根越さねという言葉が
いつしか猫座根になったと言われています。東大島も開墾して住み着いた人々が東大、現代にできた島であるから名付けたとか、ここに灯台があったから名付けられたなどと言われていますが、いずれにしても水と関わりがありますよね。そうですよね。それから埋め立て地にできた多くの地名も水辺に関係があるんです。まずはさんさんと太陽が輝く明るい海にちなんで名付けられたのが明美。かつて漁師たちが絵馬っとか今川と呼んでいた水路、絵馬川美代に接していることから名付けられたのが今川。そしてこの地区がかつて漁場から帰る漁船の水路の入り口にあったことから名付けられた入船。快楽は戦前潮干狩りや海水浴でにぎわう快楽園と呼ばれる遠浅の行楽地があったことから名付けられました。中澤さん、浦安市内の地名のほとんどが水辺に関係していたんですね。びっくりです。本当にそうですよね。地名を見るだけでも水辺を感じますが、後藤さんは今浦安の水辺の一つ、旧江戸川のほとりにいるんですよね。はい、こちらをご覧ください。水辺と関わってきた浦安の歴史を垣間見ることができますよ。あ、釣り船ですね。はい、今ちょうど釣りから戻ってきたところです。それからこの辺りの護岸ではこんな風景も見られるんですよ。江戸時代の大名や豪商を中心に贅沢な娯楽として広がった屋形船ですね。今でもその歴史は受け継がれ、釣り船とともに遊漁船の基地になっています。しかもこの辺りは浦安が陸の孤島と呼ばれていた時代の水運交通の要衝、定期船の船着き場があった場所です。こちらをスタートして西水門を通り、さらに下流に進むと見えてくるのが堀江ドック。こちらは小さな港湾施設で、漁業の町浦安の面影を残す数少ない場所です。この施設には柵などが設けられていないため危険です。立ち入らないようにしてくださいね。さらに進むと新たに整備された富士見地区の護岸です。こちらは堀江橋近くの旧江戸川河川敷広場。お散歩で疲れたらベンチで休憩、川も眺めながらのんびり過ごすことができる空間です。浦安市の西側の水辺、旧江戸川から東側の水辺、三番瀬にやってきました。こちらは日の出海岸沿い緑道、三番瀬や海の向こうの幕張の風景などを楽しみながらお散歩ができますよ。三番瀬は浦安から市川、船橋、習志野にかけて広がる広大な干潟。多くの渡り鳥や魚介類の海のゆりかごです。緑道沿いには三番瀬の魅力を発信する施設、三番瀬環境観察館や三番瀬海岸浸水施設などもできていて、お子さんたちの学びの場や訪れる皆さんの憩いの場になっています。この緑道の脇に続くのは緑の林。市民の皆さんが協力して植えた苗木が大きく育ち、防風林の役目を果たしています。その中で見つけましたよ。これはトベラ。海岸近くに生える丈夫な低木で、初夏に白い5枚の花びらをつけます。そして日当たりのいい場所が大好きなシャリンバイ。梅の花に似ていることからつけられた名前です。春先に若い芽が出ると、前からあった葉が居場所を譲るように落ちるために名付けられた譲り葉。夜になると葉を閉じるネムの木にはつぼみがいっぱい、まもなく薄いピンクの美しい花が咲きますよ。中澤さん、今度はこんなに広い場所にやってきました。さて
どこでしょうか。確かにすごく広い。そして海も見えますが、三番瀬の海ではないので、そちらは日の出の護岸ですか。大正解とは言えませんが、4月1日から日の出地区の護岸が開放された浦安海岸明美日の出護岸です。とにかく広くて海はすぐそこ、開放感が目いっぱい楽しめる場所になっています。中澤さん、もう一つ問題です。開放されたこの護岸、明美と日の出を合わせて一体何メートルになったでしょうか。ずっと先までですから1000メートル、1キロぐらいはありそうですが、ちょっと分かりません。以前開放されていた明美地区の護岸が792メートル、今回開放された日の出地区の護岸が864メートル、1656メートルもあるんですね。波の音を聞きながら往復するだけで3キロも歩くことができる。しかも緑道から護岸に降りる階段も新たに設置されているようですから、すごいウォーキングスポットが出来上がったわけですね。そうなんです。しかも海風を受けて走る心地よいジョギングコースとして、また海釣りを楽しむ場所として利用されています。しかも海の匂い、波の音、行き交う船など、ここも浦安と思えるほど素敵でホッとする空間です。波の音や水のうねり、海の広がりなど、海に面した水辺は音や視覚的にも癒され、心の疲労回復にも効果があると言われています。特に散歩はそうしたリラックス効果に加え、歩くことでエクササイズ効果も高いと言われていますから、こうした水辺のお散歩はぜひものですよ。潮風を受けながらのんびりゆったり、シンボルロードの先にあるスロープまでやってきました。太陽がさんさんと降り注ぎ、足元も暑かったのですが、水辺の効果でしょうか、街の中と比べるとかなり涼しく感じました。それではもう少し行ってきます。でもこれからは気温や湿度が高い日もありますから、日中は避け、朝夕のお散歩がいいかもしれませんね。といった中澤さんのアドバイスを受け、ちょっと一休みしてからやってきたのが千鳥第一公共駐車場です。あちらが千鳥地区南側緑地、護岸沿いの緑地は見晴らしがよく東京湾を一望できるということですから、ちょっと行ってみましょうか。幕張や千葉など夕方の太陽の光を受けているからか、前よりも明るく見えます。こちらは西側の風景、羽田空港に向かう飛行機や鳥の姿、お天気が良ければ富士山が見えるそうですよ。今私がやってきたのは前浜のホテル群近くの護岸、太陽が随分西に傾きました。吹く風も日の出明け見にいた時とは大違い、暑さは全く感じません。とても心地よく、波の音や鳥たちの鳴き声にも癒されます。そしてこんな風景にも、梅雨の時期の夕景、湿度が高いため少しどんよりしていますが、都心に沈む夕日と輝く水面、美しい夕景をしばしお楽しみください。ではここであんなことこんなことパート2をご覧ください。5月27日には堀江公民館で
谷屋15代目世界に誇る花火を語る。これは宗家花火谷屋15代目の天野明子さんによる講演会。360年余り続く花火の価値とはをテーマに、花火の歴史や色の出し方、音響効果など、花火師の技術や巧みな演出方法などを聞くことができました。宗家花火谷屋さんは浦安の花火大会に1979年から携わっており、今日まで浦安の夜空を彩ってきました。公演では実際の花火工場での作業や花火の映像で分かりやすく話をしてくれました。ボタンは黄色の色はないですよね。そして3つ片物も含めて、大きく分けると3つの種類がありますよ。これが花火の特質、まず形の部門になります。そして星やハートなどの形に開く花火はどのように作られているのか、花火大会の演出方法など興味深い話に皆さん聞き入っていました。そして花火の玉の中がどのようになっているのか模型の説明では質問も飛び出し、その都度質問に答えてくれた天野さん。参加した皆さんは普段なかなか聞くことができない花火師の講演に満足そうでした。そしてここ数年コロナの影響で中止になっていた浦安の花火大会が10月21日に復活。宗家花火谷屋15代目の天野明子さん演出の花火大会を開催します。5月28日には文化会館大ホールで浦安シティオーケストラの定期演奏会、今回で59回目を迎えました。前半は3人の声楽家も登場し、イタリアの作曲家ヴェルディとマスカーニ、プッチーニのオペラの曲を披露しました。浦安シティオーケストラは1984年12月に市内の音楽愛好家が集まってクリスマスコンサートを開催したのが始まり、音楽を通じたふるさと作りをモットーに演奏活動を開始しました。浦安シティ室内合奏団としていましたが、1989年に浦安シティオーケストラと名前を変え現在に至ります。今では年2回の定期演奏会のほかに、浦安市との共同事業で浦安ユースオーケストラを立ち上げるなど、市内の若い音楽家や子どもたちの音楽活動を積極的に支援しています。後半はカリンニコフの交響曲を演奏しました。浦安シティオーケストラの59回目の定期演奏会、団員の思いが込められた演奏は会場に届き、大きな拍手が送られました。いかがでしたか、今回のこちら浦安情報局こちうら。次回は浦安のスポーツ教室をはじめ、レッツエンジョイ三番瀬などご覧の内容でお送りする予定です。中澤さん、今回リポートしてみて、地名はもちろんですが、どの地区にも水辺があることなど、浦安はまさに水辺の町であることを実感しました。確かにそうですね、どの地区に住んでいても必ず水辺がある町なんて、もしかしたら珍しいかもしれませんよね。そんな町、浦安の皆さん、ぜひ水辺のお散歩を楽しんでくださいね。熱中症には要注意ですよ。それでは次回もまた見てくださいね。